待たせいたしました。これが第2部の演奏です。第2部は趣を変え夏を感じる曲をご用意いたしました。1曲目は日本の曲恋のバカンスです。本日歌いますのは溝上舞、大谷智子です。皆様もご一緒にどうぞお歌いください。お願いいたします。ありがとうございました。ボーカル溝上舞、大谷智子、ギター前島節郎、ありがとうございました。続いての演奏は打点曲です。フクルクパロマです。メキシコの民族舞踊曲です。ククルック、これは鳩の鳴き声です。日本のポッポッポッとはちょっと違いますね。では演奏よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。フクルクックパロパトランペット萩原博美。続きましてもやはり歌伝曲をお聴きください。皆様よくご存知のメサメムーチョ、本日はメンバー全員で夏らしい演奏をお聴きください。ではどうぞ。ありがとうございました。ここでリズムパートのメンバー紹介をさせていただきます。ギター、前島節郎。ベース、伊藤正雄。ピアノ、稽古。パーカッション、溝上真理。ボーカル、大谷智子。ドラムス、大沢啓二。
ありがとうございました。ゆずんパートのご紹介でした。第1部のメンバー紹介させていただきました。バリトンサックス渡辺和夫さんが今年1月88歳の米寿を迎えました。ここで皆様とご一緒にお祝いしていただければと思います。これからもお元気で活躍楽しみにしております。次にお聴きいただく曲はある恋の物語です。こちらもラテンナンバーです。皆様お馴染みだと思いますのでどうぞお聴きください。ございました。トランペット長尾俊彦
続いては True Love Again 愛情物語です。この曲はショパンの夜奏曲第2番です。ではごゆっくりお聴きください。ありがとうございました。とても優雅で美しい曲でしたね。ピアノ岡恵子です。次はボーカル曲、曲はサマータイムです。ではどうぞ。
ありがとうございました。ボーカル大谷智子、トランペット萩原博文、ありがとうございました。続いてお聴きいただく曲はバイバイブラックバードです。どうぞお聴きください。ありがとうございました。ピアノ岡恵子、ギター前島節郎、ありがとうございました。いよいよ最後の曲になりました。レッツダンス踊りましょう。皆さんもリズムをとってお楽しみください。どうぞ。
曲を用意しておりますのでお楽しみください。まず1曲目は春の4月、とても美しく華やかな曲です。そしてもう1曲、マンボナンバー5、皆様よくご存知の曲です。ではお願いいたします。
楽しみいただけましたでしょうか。これで佐々木通り40周年記念コンサートを終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。お帰りください。お年寄りのお忘れ物にお願いの声を楽しくお帰りください。ありがとうございました。